はようございます。今日のモーニングディボーションはヘブルビットへの手紙13章です。兄弟姉妹の皆さん、平安がありますように。平和の神が私たちと共にありますように。はい、全世界のパンデミックがますますひどくなっておりますね。あ、今日のメッセンジャージョシュア先生です。はい、神様の聖女で共に、はい、この灯火をと、はい、つけ続けましょう。今日はヘブル人への手紙の13章です。今日はヘブル人への手紙の最後の章になります。11章によってまた11章だけでなく12章もですね、11章から12章、これは一つの塊だということができます。ヘブル人への手紙の11章と12章、13章はまた別の部分です。ですからヘブル人への手紙の全体は4つに分けることができます。4つの部分に切り分けることが可能です。最初は私は13章を11や12と一緒にしてたものです。しかし今日の朝ですね、改めて13章を読んでみて、あ、これはユニークな章だ、これ他とは違うとすごく思いました。はい、この天の大祭司を地上の大祭司と比べるということ、はい、これをもってヘブル人の手紙は始まりますね。地上の大祭司はアロンから始まる、アロンの子孫です。アロンから始まるんですが、天の大祭司はイエス様一人、イエス様から始まります。地上の大祭司、地上にしかいない立法における大祭司、はい、この人は立法によって大祭司ですが、しかし神様は地上だけでなく天の大祭司も任命しました。旧約と新約の違いですね。地上と天の大祭司の違いです。地上の大祭司はどのように機能する存在であるか、はい、弱い存在であり役に立たない存在でもあります。力がありません。無力で不完全です。しかし天の大祭司はただ一度もう全てやり遂げた方です。もう自分を捧げてもう永遠に効果があることをしたんです。永遠に私たちを完全にしてくれる方です。ですからヘブル人の手紙も完全完全という全うという言葉が何度も出てきます。もう12章までもう何度も何度も全うされるとか完全にされるとかいう言葉が出てきます。地上においても何度も何度も何度も生贄をやり直し続けてますが完全にはされないですね。ヨムキプールの日、祝祭の日には大祭司は自分のためにもまず罪の生贄を捧げて、それからみんなの罪の贖いのために血を持っていってみんなを清めます。これ毎年やります。例えばですね、講壇に向かって私たちが向くときですね、はい、そこにイスラエル人の幕屋があるとしますよ。でこの幕屋正面向いています。あ、この施政所の中央に契約の箱がある、ここが中心だ、はい、ここは民数記に記してあります。施政所の中に契約の箱が置いてあります。はい、聖所よりもさらに外側にあります。この幕屋があの内側と奥に分かれております。まず入ったらすぐ聖所に入ります。で聖所からも出て幕屋の外に出ると、はい、大庭があります。聖所の中には、はい、夏の灯火、メノラの燭台があります。それからパンのための机があります。はい、そしてさらに奥に行くと契約の箱があり、その中に10階の板などが入っております。
はい、そしてさらに金の鉱壇があります。しかしパウロは言います。ああ、これのことについて細かいことはあまり言いたくないなと。パウロは金の鉱壇はなぜかこのヘブル人の手紙の中で至聖所の中にこの金の鉱炉を置いてるんですね。本当は外のはずですよ、聖所ですよ、至聖所じゃなくて。はい、さらに幕屋の外には聖堂の祭壇があり、聖堂の海があります。水を貯めるための旋盤があります。これがお庭でみんなが生贄を捧げる場所です。はい、そこがお庭ですね。でさらに幕屋に入ると聖所があり、こう炊くための壇があり、そこを過ぎれば至聖所です。外の大庭、ここも幕屋に含まれています。全体の中に含まれております。しかし大庭は幕屋のテントの外です。この大庭で人々は神様と共に一緒にいる状態ですね。一緒に幕屋礼拝する場所です。で、はい、この大庭にいる間ですけど、この大庭で賛美と礼拝をします。神様をここで賛美するんです。ここで献金みたいなことをしますね。動物など家畜を持ってきて、これ生贄として捧げます。ここで祭司たちが奉仕します。ここで祭壇の奉仕をする。これが、はい、祭司の務めです。はい、今日の私たちですが、特に私たちの中でメッセージをするスタッフの皆さん、私たちは聖所の奉仕をしております。はい、毎朝私たちは灯火に火を灯します。それで灯火の火が消えないようにします。これが私たちのミニストリーです。そしてこの聖堂の祭壇の火も、これは絶やしちゃいけない火ですね。これはずっと燃やしていないといけない火です。祭壇の火はずっと燃えていないといけない。そして聖所の中の燭台、この明かりも毎朝変えないといけない。パンも変えないといけない。もう聖所の中のこのろうそくはずっと灯されている状態です。ずっと消えない状態です。神様の栄光が、はい、契約の箱の上、ケルビムの間に宿る。そのようにして祭司たちは、はい、奉仕をしているわけです。イスラエル人たちはそのようにして生贄を捧げるわけです。もう何年も何世紀もこのようにして仕えてきました。はい、9章から10章ですが、ヘブル人の手紙の特別地上の幕屋と天上の幕屋の話が出てきます。地上では祭司たちが奉仕をしています。では天においてはどうでしょうか。天においてもメルキゼデクの系列の祭司が存在します。イエス様がその祭司なんです。永遠に大祭司です。イエス様が天において捧げ物を捧げて、イエス様の血によって自分の血を持っていって天の幕屋の至聖所に入っていき、もう一発で永遠ながないを、はい、完成させました。もう地上でやってることはもう天国の幕屋の影です、コピーです。はい、天で何が起きるか、それの、はい、影です。でも地上でやってることは無力です。もうイエス様が天でやってることに頼りきりです。イエス様ですから天でもう一人の大祭司を立てました。それは自分です。イエス様が大祭司です。はい、もっと効果的な、もっと力がある大祭司です。そのようにして一発で全部成し遂げた大祭司です。このようにして永遠に私たちは完全にされるのです。大祭司というのは生贄を捧げ、自分のためにも罪の贖いをして、ようやく至聖所に入れる存在です。
带进至圣所献祭。至聖所に1年の1年に1回このヨムキプールの日に贖罪の日に神の前に出る存在です。生贄の血を携えて至聖所に入ってきます。この人は誰も神様の前に導くことはできません。自分一人でしか来れないんです。でもイエス様は私たちを導けることができます。普通の大祭司はただみんなを代表するだけで一人だけで至聖所に入ってきます。罪を贖うことはできないです。動物の血なんだから捧げるのが。でも天のイエス様は別格です。自分の血を持ってきます。そしてこのようにして新しい道を開いたんです。これ新しい道を切り開いた。もう天の大祭司が自ら犠牲を払ってこの新しい生ける道が開かれました。この大祭司が私たちのためにやってくれたので私たちは大胆に至聖所に入ることが可能になりました。この恵みの御座の前に行くことができるようになりました。至聖所の幕が引き裂かれ神様の前に行くことができるようになりました。私たちはこのようにして永遠に完全にされるのです。永遠に神様とつながることができるのです。地上の大祭司はこれできません。天の大祭司だけが私たちのためにこれを可能にしてくれたのです。はい、9章の前に、はい、このヘブル人の作者が言いたかったのはそういうことです。10章と11章ん、あ、すいません、11章と12章です、はい、もう一回言います。すいません、10章以前はこのヘブル人の手紙の内容ですが、この幕屋の外、まずは大庭に入ります。それから聖所に入り至聖所に入ります。大祭司はそのようにして入りましたね。一般の人々は大庭までしか行けません。それ以上は中に入れません。しかしイエス様はまず大庭に来て聖所に入り至聖所に入り、なんと外にいる全員を引き入れるんです。私たちが全員完全にされるために。この方向性が分かりますか。まず大庭から聖所に入れる。1章から10章はこの話です。地上の幕や天上の幕やという話 で11章12章ですが、これ信仰の話です。アブラハムの信仰とはどのようなものだったのでしょうか。アブラハムは天の都を待ち望んでおりました。彼が死んだ時もからその都を目指していたんです。これは天の都です。天の歴帝はこれをドラマにしてますね。私たちもこれを劇にしました。天のエルサレム、天の都、12章はその話が書いてあります。天の都、私は天の都にやってきた、はい、今度のしかし今度の方向性は何か、上です。上に行くんです。私は神様の前にこのように行くことによって天のエルサレムに達するのです。もう地上の幕屋ではお庭までしか人は進めません。祭司が聖所に入り大祭司はさらに至聖所に入れる。でも大祭司だけ、地上ではそうです。でも天ではそうじゃないです。天では神様の前にまで行けます。私はシオンの山に行けます。はい、シナイ山じゃありません。シオンの山です。天にあるのはそう、そうです。私たちは
今は地上にいます。かつて死内在で神様と出会いますが、私たちは塩の山に行くのです。神様の揺るがされることがない御国が神の山にあります。神様は地上も天も揺り動かされます。12章の最後に書かれているのはそういうことです。揺り動かされないものだけが残る。動かされるものは取り除かれる。今日の私たちの体験ですが、天も地も揺り動かされています。シナイ山に行ったとき、もう地が揺り動きました。今日イエス様が私のために犠牲を払ってくれて、天と地がどちらも揺り動かされている状態になっております。揺り動かされないものだけが残るため、動かされるものは取り除かれる。12章27、このもう一度という言葉は決して動かされることのないものが残るため、それ作られた動かされるものは取り除かれることを示しています。もう一度という言葉、私は揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。神に喜ばれるように、ですから恵みを私たちは握り続けましょう。恵みを受けてますから。神に喜ばれるように奉仕することができる。慎みと恐れを持って、慎みと恐れを持って神に喜ばれる奉仕できる。そう、慎みと恐れを持って神に喜ばれるように奉仕できる。用虔诚敬畏的心蒙神喜悦的来服侍他。喺呢个地方就话去捉住神。神様の揺り動かされない御国にそれを握るんです。兄弟姉妹の皆さん、これを皆さんに見せたいと思います。私たちは神様に仕えてます、奉仕してます。神様が私に恵みを注いでくれます。神様の御国は揺り動かされないものです。今日天も地も揺り動かされている状態ですが、日曜日には、私民数記の16章の話をしました。覚えてますか？あのコラの反乱の話です。もう火が出てきた、水が出てきた、疫病が出てきた、そしてこの大地が裂けて、もうこのようなことがしょっちゅう起きてるんですよね。最近もう大噴火が起きたりとか、もう大洪水が起きたり、疫病が起きたり、もう地震が起きたりで、地震がなかなか収まらない。もう大きな大きな地震が起きたりする。もうまさに週末の騒ぎが起きている。今私たちはそれを体験しています。この12章の29節、私たちの神は焼き尽くす火です。我らの神は焼き尽くす火です。私は神様に喜ばれるように奉仕する。慎みと恐れを持って、そうです、神に喜ばれるように奉仕する。
そのようにして神様に仕えるか。28、29。これ神様に喜ばれる奉仕です。揺り動かされない御国を受けているから、はい、ここにその恵みを受けています。全てのものが揺り動かされています。地上が全部、天までも揺り動かされている状態です。地上においては疫病がある。今は死んだものと生きているものとの間に立っている状態です。しかし私たちには神の御国という恵みがあります。揺り動かされない御国が与えられています。そのような信仰を持たないといけない。ですからただ単にルールや規定に従っているやるのではなく、聖霊によって御国を立て、御国の奉仕をします。もう地上の大祭司とは違う、天の大祭司が私たちに与えたものですから、このようにして使えるのです。神の御国は揺り動かされないものです。私は神の御国に立つなら揺り動かされません。神の御国は揺り動かされない、だから私たちも揺り動かされない。あなたの親族や家族や兄弟たちが揺り動かされてませんか。皆さん、ああ移民しよう、ああ出て行こう、ああ逃げようと、神様に対する信仰を私たち示しましょう。アブラハムのように、まるで雲のようなたくさんの証人が南国と私を取り囲んでいる。私は彼と同じ御国を受け継ぐのだ。私たちは完全にならなければ、グラ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 して揺り動かされてしまうなら、彼らだって完全じゃない、私の先祖たちも完全じゃない。私たちは一体だからです。ですから今日、今私たちアブラハムやダビデたち、信仰の父たちと一緒に御国を受け取るんです。そうです、彼らも完璧なんですよ、私も完全なんですよ。私は完全でなければ、神様は今日私たちを守らないとすれば、神様の御国が揺り動かされるようでは、彼らがどうして完全でありましょう。彼らだって揺り動かされちゃいますよ。彼らが動かない存在ですから、私たちも動かない存在です。神の御国はそのような恵みがあります。兄弟姉妹の皆さん、この恵みをしっかり握りましょう。このぐらぐら揺れるようなその世代にあって、私たちしっかり立ちましょう。今日は13章ですが、神に喜ばれる奉仕をする。私たちは宿営の外に出ようという、外に出ましょう。外に出て神に喜ばれる奉仕をしようではないか。天のエルサレムに私は行くのです、はい、そこが御国です。そのそうなるという恵みを私は握るのです。旧約聖書の時代では、聖書、旧約聖書では聖書に入れない、新約聖書にも入れない。しかしイエス・キリストにあって私たちは完全にされました。永遠に完全です。今日イエス様を礼拝します。天のエルサレムに向かいます、はい、どのように自分を捧げるか、イエス様はどのように自分を捧げたか、同じように私たちは自分を捧げます。イエス・キリストと一緒です。ですから13章は11や12とは違う部分にしました。もう13だけで1個の部分です。11、12で少しずつ丘を登るかのようになっていましたが、13章、これはもうすでに中にいるんだから、水星城にいるんだから外に行こうという話です。神様の恵みを握る、神様に仕える、奉仕する、神様に仕えるのだ。これが私たちがもたらした生贄だ。
どのように私たちは神に仕えるか。13章の1から1から8節、旅人を持ってってなしなさい、兄弟愛を持ちなさい、いろいろ迫害されている人々を思いやりなさい。多くのクリスチャンの家庭がやられています。多くの人々が死んだりしました。もう財産をなくしたり、もう旅人になって帰流者になってしまいました。彼らどうするべきか。それで、はい、世界中のクリスチャンに対して勧告したのです。旅人をもてなしなさいと。そうです、もてなしなさいと。兄弟愛をいつも持ってなさい、旅人をもてなすのを忘れないでくださいと。この原文の中ではもてなしを忘れないでと書いてあります。愛によって、はい、もてなすのです。こうしてある人とは自らたちをそうと知らずもてなしました。天にいる神様、父に私たちは仕えています。多くの人々は迫害に遭っています。家庭がもう破壊されています。離散してしまいました。子供だけとかヤモメだけとかいう家庭がいっぱいありました。さあどうするべきか。クリスチャンのコミュニティが立ち上がって、そのような人々をもてなすべきなのです。兄弟愛によって彼らをかくまいもてなすべきなんです。そのようにして知らずに天使をもてなしてたりするんです。ではどのように、はい、3節、牢につながっている人々をも、自分も牢にいる気持ちで思いやり、自分も肉体を持っているんだから、苦しめられている人々を思いやりなさい。要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念受遭害的人，想到自己也在肉身之内。私たちは御国を受け取る者たちです。キリストが、はい、一発で全部犠牲、一発で成し遂げてくださったから、私は人を兄弟で愛しましょう、人々をもてなしましょう、旅人をもてなしましょう、牢につながれている人々を覚えてあげましょう。牢にいる人々を覚え、彼らを助けましょう。苦しんでいる人々、彼らを憐れみましょう。彼らを助けましょう。彼らをもてなしましょう。どこにも行く場所がないなら、彼らをもてなしましょう。彼らをもてなす中で、夫が捕まったり殺されたりしている家族が いるかもしれない。もう彼らは着の身着のままで逃げています。もうヤモメやその子供たちが抱えられるだけの荷物を持って、もう一生懸命命がけで逃げている状態です。私はモテるものを用いてもてなしましょう。彼らと一緒に苦しむかのように。もう非常に弱い人々をもてなすのである。彼らには他に保護がない、守りがない、もう外にも出れない状態である。もう食べるものもない、もうパンもない。彼らのために、はい、いろいろ備えよう。彼らは、はい、困窮している。簡単にやられてしまう。もう非常に壊れやすい状態になっている。私はもてなしをするとき、欲張っちゃいけない。ああ、もう夫がいないんだな、この家はと。あるいは死んでる、死にかけてる。ああ、この人、夫死にそう。だからいじめちゃえと。だからそんなことしちゃいけません。結婚が全ての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を怪我してはいけません。彼らをもてなす中で、守る中で、こんな時に寛容化してはいけない。
切记不可苟合。彼をいじめてはいけない、彼を怪我してはいけない。欺负他，玷污他。同埋咧，唔好贪得爱钱财。还有不可贪爱钱财。お金、お金を取り、お金に対して貪欲になっちゃいけない。ああ、私の家であなたは3食食べてるんだから、いや、お金出しなさいよと。我要送你多少钱？你要俾几多我先？いや、そんなんじゃないですよ。欲張っちゃダメです。欲を出しちゃいけない。唔好贪财。不可贪财。唔好贪食。不可贪食。人の、もう食べ物だろうが、お金だろうが、人の妻を欲しがったりしちゃいけない。神様が自分に与えてくれたもので満足しなさい。神様は決してあなたを離れない、あなたを捨てない。これらの虐げられている人々があなたのところに来て逃れてきている。彼らをもてなしましょう。そして神の言葉を語った人々を彼らを思い出しなさい。あなたは指導者のことを思い出しなさい。彼らの生活の終わりをよく見てその信仰に習いなさい。从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。留心看他们为人的结局咧，翻得好唔好啦？中国語の訳ちょっと良くないですね。おいって感じ。はい、彼らの終わりを見てみろ、結末を見てみろみたいな。なんかネガティブな訳し方になってますね。まあ、ちゃんとした訳はこうなります。彼らの顛末じゃなくて、だから思い出し、覚えていなさい。あなたに神の言葉を語った人々を思い起こしなさい。彼らの信仰に習いなさい。彼らの模範に学びなさい。同じような信仰を持ちなさい。もう一度見なさい。彼らの生き様の結果、彼らの良い行いの結果を見なさい。彼らを助けなさい。そうです、彼らを手伝いなさい、はい、もう彼らに必要があるなら手伝いなさいよと助けてあげなさい。彼がどこに行きたくても、はい、前に進めるように助けてあげなさい。そうです、彼らが目的地にたどり着くことができるように。不是看他们怎么样，あなたの結末見ようかなじゃなくて、彼らの結果、彼らが結果にたどり着けるようにという意味です。手伝いなさい。彼らがその結果を手に入れることができるように手伝いなさい。彼らが前に進めるように、彼らが目的地にたどり着けるように。これが7節の意味です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。イエス様の教えは変わってない。いつまでも変わってない。さまざまな教えに迷わされてはいけない。9節。食物によってではなく、恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に木を取られた者は益を得ませんでした。さまざまな異なった教えに惑わされるな。九節。イエス様の声だけを聞きなさい。イエス様の教えは変わらない。昨日も今日も永遠に変わらない。イエス様の教えに合わないもの、これは聞かないでほしい。どのように天使とつながるか、あれを食べなさい、これ食べちゃいけないっていう、そういう教え。天国のクラブに入りましょう。イエス様が私たちを天国に連れていてくれました。はい、食べるものだって飲むものだって秘密の組織に入ったり、そんな風に天国に入るんじゃない。そんなことする必要ない。私を救うものはいません。イエス・キリストだけです。ですから押し流されないようにと。
はい、この1から9が第一段落です。1到9節就讲了第一段。で次の文ですが、神様の求める奉仕をしよう。ああ1から9、神に喜ばれる働きをしよう。10節以降、イエス様についていって祭壇へと。10節、私たちには一つの祭壇があります。幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。第十节，我们有一祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可同吃的。原来牲畜的血被大祭司，動物の血が罪のための生贄として大祭司によって聖所の中に持っていかれました。体は祝宴の外で焼かれるからです。血被大祭司带入圣所做赎罪祭，牲畜的身子被烧在营外。在旧约咧，大祭司佢哋会喺呢个外院呢个地方系献祭，喺同祭坛上面献祭呢个祭坛。在旧约，大祭司会在外。過去においては大祭司たちが聖堂の祭壇で生贄を焼いて捧げていました。幕屋の外の大庭でです。しかし食べられない生贄というものもありました。ですから祝祭日にはこれ全部灰にして全焼の生贄にしたんです。焼いた灰は祝宴外に持って行ったんです。で血は死聖所に持って行ったんです。しかし灰は宿営の外に持って行ったんです。これが旧約聖書のルールでした。イエス様が大祭司になった時同じです。イエス基督他为大祭司的时候也是这样。このようにして宿営の外に彼は行ったのです。12節。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。で私たちはキリストの恥ずかしみを身によって祝宴の外に出て身元に行こうではありませんか。12節13節。用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦，这样我们也当出到营外救了他去忍受他所受的凌辱。照样耶稣他是イエス様も宿営の外で苦しまれました。生贄の牛のようにそれらの動物の血が宿営の外に、然后他自己也到营外去受苦。イエス様はそうしたんですか。私たちもそうすべきです。我们也要出到营外就了他去忍受他所受。13節書いてありますね。キリストの恥ずかしみを身によって宿営の外に出て身元に行こうではないかと。ですから私の奉仕は神様に仕える時、天の神に仕える時ですね。私は天のエルサレムにいます。私の奉仕はどうだか。私はこのように仕えるのです。兄弟たちをもてなす、で御言葉を語る人をもてなす、必要がある貧しい人々をもてなす、欲張っちゃいけないも全部捧げる、このようにして門の外に出る、すべて置いていく。イエス様のイエス様の体を、はい、自分の体を外でやられたように、私が持っているものすべて捧げるべきです。全部です。イエス様が自らを捧げられたのと同じです。私が他の人のために備えをするなら考えましょう。私もいろいろ持ってるんだけど、これしか財産ないんだけど、あなたにあげないといけないかと、まあ、そこまで極端じゃなくても、いやこれだけ持ってます。それであなたに捧げたらちょっと減っちゃったよと、100ドル受け取ったのに10ドルはあなたに捧げたから90しか残ってないと。ある人はそれでもいいお金じゃないかと、みんな安心感というものがあるんですよ。いやスイモが私たちにこのチャレンジしてるんですよ。あなたの安心感って何のためにあるの？なんであなた安心感持ってないのと。
私小さい頃から安心感というのがいつも必要な人間です。分かりました分かりました、はいはい、じゃあ、はい、ちゃんと学習しますからと。もう相当安心感が必要です。岩橋君ここにいますね。特に必要ですね、安心感が。私も教会のスタッフですけど、やっぱり安心感というのがもうなんか必要で必要で仕方ないですね。専門が言ってますね。私に関係があるなら安心感なんかいらない。良い関係さえあれば強い安全感というのは必要ない。いや、神様と良い関係を持っている。神様がやってほしいことをやる。100ドルしかなくても10ドル人にあげる。私にとっては小さなことだが、神様にとっては大きなことだ。神様が一緒にいるなら大丈夫。全部あげちゃったって大丈夫。でもこれ信仰が肝心ですよね。どれだけ信仰を持ってるか。イエス様は全てのものを全部捧げたんです。命さえも。主よ、私空っぽになります。あなたに全部捧げます。何も残ってない。そうです、私生き返るかどうかこれはあなたにかかっていると。これ私たちの生贄です。とある祭壇が私たちに与えられています。はい、全てのものを捧げ切りなさい。もう計算づくじゃダメですよと。他人に奉仕をして、他人にもてなしをして、その次に、あなたのために奉仕したよ、あなたのためにもてなしたから覚えていなきゃなと。だからちゃんともてなしたやつに報いてやらないとなって、こんな言っちゃいけない。14節から、私はこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているんです。これ地上のものですね。地上のものは置いてきなさい。私たちの人生もずっと天のシステムに入ります。これはずっと続くんです。他のものは一時的です。祭壇の上に捧げ物をしましょう。全てのものが揺り動かされているような時でも、こういうものはいつかなくなる。だからしっかりと、15節です。ですから私はキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の果実を神に対する捧げようではありませんか。旧約聖書において、この大庭に生贄を持っていくときは、彼が牛を持ってきたり、家畜の群れを持ってくるときは、主よ、これ大事なんですけど、こんなに一生懸命仕事してきたんですけど、あなたに全部捧げないといけない。もう私どうなるのかな、あなた何おかしいの、神様もっとくれないの。神様の前で私は計算づくですね。こうじゃないですよ皆さん。捧げ物するとき、賛美しますよ、感謝します、あなたの皆さん賛美します、よい神様、あなたの優しさ、あなたの良さ素晴らしいです。あなたが与えてくれたから、はい、これ全部捧げることができるんですよ、感謝ですと。これが私の唇の果実です。私が、はい、祭壇に行って全てを捧げるんです。そうすべきです。はい、一方で私は欲張っちゃいけない。神が助けてくれるから、その一方で喜んでないといけない。感謝の心持ってないといけない。神様を賛美します、もてなすことができることも、
去接待。そうでないとあなたはもてなす相手を叱ることになります。あなたのせいでもてなしないといけない。私のお米全部あなた食べちゃった。いやー、こんなに恐れがいっぱいあるのに人を叱ったりする。私は感情的ですね。100ドル持ってたとしても10ドルあげないといけないのか。はいはいはい、問題ない問題ない、全部あなたが取っていいよと。なんかこれに関する歌ありましたね。ちょっとすいません、ちょっと音痴じゃないかと怖いから歌いません、はい、16節、善を行うこと、持ち物を人に分けることを怠ってはいけない。神はこのような生贄を喜ばれる。神様は焼き尽くす日、天を持ちを揺り動かす。神様の言葉を聞かない者は裁く。神会审判佢噶。那些不听神的话的人，我哋记得咗呢个不能震动的国，我哋要服侍。この揺るがされない王国を私受け取ったのだから。我们得到这个不能震动的国，我们要服侍。我哋唔好贪。私はそのようにして奉仕しないといけない。我们不要贪婪，不要。我们要感恩。恐れてはいけない。賛美しましょう。感謝しましょう。良いことを続けましょう。人々をもてなし続けましょう。我们要继续接待行善。必要がある人々のために備えましょう。供应那些有需要的。第十七节，你们依从那些引导你们的，且要顺服啊。そしてあなた方の指導者たちの言うことをよく聞き服従しなさい。受け取った教えは一緒に私たちは吟味しましょう。そうです。彼らが、はい、見言葉語るとき好きなところに行けるようにしなさい。私は一つのコミュニティです。互いに使い合っている。神が私のうちにいるおられる。共に自分を捧げるんです。そして祭壇に向かうんです。はい、20から25まで終わりですね。永遠の契約の血による大牧者、あなたを完全なものにするように、イエス・キリストをよみがえらせた方、永遠の契約の血による羊の大牧者、我々のイエス・キリスト死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより御前で御心にかなうことを我々のうちに行い、あなた方は御心を行えるように、すべて良いことについてあなた方を完全なものにされるように。21節、完全なもの。でもこれは最初の言葉です。神様の恵みが、神様の御霊があなたの全ての奉仕に成功させるように。アメンです。叫你们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们的心里行他所喜悦的事。平和の神があなたを完全なものにされるように。あなたを完全なものにされるように。あなたが全ての行いができるように、文句を言ったり欲張ったりしない、いつでも感謝を捧げている、そして一つの心を持って一緒に神様の戒めに従う、一つのコミュニティを築き、祭壇の上に捧げ物をする、神の平和の使者がこれを成し遂げてくれる。はい、とてもいいニュースがあります。テモテが自由にされました。釈放されました。牢屋に入っていて逮捕されていなくなってましたが、この人がパウロの代表者でした。でもテモテが釈放されました。大きなチャレンジの中にありました。今日、弟兄姊妹在我们今天困难里面，我们同样的要起来接待。我们同样的要起来接待。助けが必要な人々をもてなしましょう。必要がある教会を助けましょう。私の枝教会も特に。有一些有需要的教会，我们的分堂。特にアフリカやインドにある枝教会。特别是在非洲、在印度。貧しい地域です。パンデミックが非常にひどい状態です。覚えましょう彼らのこと。
今日我大家今日私たちは誘惑されたくありませんね。信仰を持ちましょう。この信仰、私たちがただ立つ土台じゃないです。これはさらに人に与えるものです。私が恐れるとき、持っているものをしっかり握りましょう。私たちはなかなか手放したくないですね。お神様がいます。天の幕府に来なさい。神の御国を探しましょう。私たちは神の国を探しましょう。このようにして他の人を助けます。はい、慰めるのです。でも覚えましょう。応ってはいけません。いつでも神様を賛美し続けましょう。確かにいろいろ感情的になることあります。確かに恐れてるから。私たちの内側のメンタルを知る必要があります。ストレスの中にいつもいたら感情が爆発するかもしれないから、いつも神に賛美しましょう。私の神様に信頼しましょう。神様の御国は流行されることがありません。神様の御国をしっかり握り、神様の恵みを握ります。パンデミックはもうすぐ終わると信じております。今日神様からの啓示を受けました。パンデミックは近いうちに終わること、皆さん祝福ありますように。今日の祝福で終わります。主，我哋单单咧嚟到你面前，神啊，我哋话咧，我哋咧要成为你嘅活祭，耶稣咧嚟帮助我哋，使我哋咧单单成为你所喜悦嘅祭。主啊，你帮助我哋，我哋咧将我哋嘅全人全心献上，单单嚟高举你，单单嚟依靠你，耶稣咧，我哋赞美你，打破这香膏在你脚前。Yeah.
兄弟姉妹の皆さん、今口を開き神様に賛美しましょう。いとたかき神様です。神様感謝します。そうです、ふさわしき方です。私たちの唇の果実を捧げましょう。すべてを捧げて私たちを救ってくださいました神様。変わることがありません。今の私の状況がどんなに困難であったとしても、あなたは昨日も今日もいつまでも同じです。いつも私たちを顧みてくださる、助けてくださるお方、あなたにしっかり捕まっていたいです。あなたが全ての、はい、私たちの救いの達成者、創始者です。あなたが全ての源です。イエス、ありがとうございます。どんな困難の中にあっても、愛し合うことを教えてくださいます。人間として私たちは弱いです。いろいろ弱さがあります。欲張っちゃいけない、我们没有为了满足自己 的安全感，没有为了满足我们自己的需要，觉得不够钱的时候，我们 就去贪。もう人が弱い状況にあるときについつい利用したりいじめたりしてしまう傾向が私たちにはあります。自分の弱さのために神様に祈りましょう。困難なとき、困難的时候，我们甚至想去帮人的时候，我们都可能会有一些的软弱。いろいろ欲張ったりするかもしれません。主の助けが求めましょう。イエス様、あなたのもとに行きます。あなたは大いなる恵みをくださったことをありがとうございます。それを認めます。地上においてあなたがすべてを捧げてくださいました。ただ神の御心を行おうと、私たちの弱さをよく知っているのに、私たちはなかなか安心感が持てません。とても自己中心です。自分のことばかりです。私のお金どうだろうか、他の人にもあげないといけない、10分の1どうなるか、いや10分の1さえ捧げづらい、もっと捧げないといけないのか、私の仕事今の状況で落ち着いているのか、安定しているのか、私がいろいろ乏しい時どうするべきか。主啊，我哋里边就系咁样充满住不信。いろいろ疑いがあります。不信仰があります。愛し合いなさい、兄弟を持ちなさいと言われてはいます。分かっています。でも私の中に愛がない。欲張りです。他人といつも比較する、妬んでしまう。なかなかこれもない、あれもないと思ってしまう。もっともっと買おうと思って買っても買っても足りない、いつも不足してると感じている。これは私の地上における主にです。私はもう目の前しか見えてません。自分の欲しいものしか、自分があれない来れないと、どのように自分をと、すみません、あなたの心がありません。でもあなたはすべてを捧げてくださいました。当我们真的静下来的时候，只系睇见自己，
主は静まるとき私は気づきます。ああ、いろんな地上のもので重くなってるんだなと。私はふさわしくないものです。あなたの子供として助けてください。私たちはなかなか自分を続けられません。主よ、助けてください。今日私たちに示してくださった真実、我らの大祭司イエス・キリスト、その血によって生ける捧げ物として宿営の外で自分を捧げてくださった。私を愛しているがゆえに私たち一人一人揺り動かされることのない御国を受け取っています。主よ、しっかりこの恵みに握り続けることができるように助けてください。私たちの愛を、私の奉仕、私のもてなしを通して私たちの愛を、私の奉仕、私のもてなしを通して彼らが私たちと一緒に備えを求める。ただしの皆さん、立ちましょう。我们一同起身好吗？我们要走上这个祭的里面，この祭壇に進みましょう。在一个位置是能够我们自己走到向前的，在家中的弟兄姊妹同样前に進める場所にいてください。你用信心，私はイエス様に信仰によってついていきます。一歩一歩イエス様と一緒に前に進みます。我们跟着耶稣走上自己的祭，将一切我们不能够放下的，我们就交给神。无论是你的重担、你的忧虑、你的惧怕，可能你觉得你的经济很艰难，可能你觉得呢，様々な苦しみ、金銭的な困難の中にあるかもしれません。在接待的里面都很爱すること、自分の持っているものを分け与えること、これで苦しんでいる人がいるかもしれません。今日イエス様のもとに行きましょう。イエス様の信仰ゆえに、イエス様がやってくれました。イエス様が全部達成してくれました。私たちが完璧になれます。そのような信仰を持ちましょう。前に進むとき、私たちはこの祭壇に向かっているのです。前に進みましょう。祭壇に向かっていくつもりで、私たちは天のシオンの山に向かっているのです。シナイ山じゃなくてシオンの山です。そう、揺り動かされない御国です。天の都に向かって歩いているのです。我们做一个动作，将我们过往不能够摆上的，我们摆上。可能我们在金钱上都不能够摆上。いや、お金もなかなか与えられないかもしれない。でも、できないことは何でも。しっかり、これは祭壇の前に捧げる。はい、そういう行いをしてください。主よ、すいません。こういうものを握り続けてきました。安心感を握り続けていました。すいません、この市場においてしっかり握ってしまうもの、全部これ、祭壇の上に捧げます。生ける供え物として、あなたがどうか受け取ってください。あなたがどうか私たちの捧げ物を受け取ってください。あなたを喜ばせたいです。主よ、あなたに喜んでもらいたいです。天のエルサレムを見上げましょう。もっと大きな信仰を与えてください。今日捧げるもの取り返したりしません。イエス・キリストのように。イエス様、ありがとうございます。はい、兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすのを忘れちゃいけません。不可忘记用爱心接待客旅。这是
不可忘记行善和捐书的事，只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦。そうです。神に喜ばれることですから、与えること、善を行うこと、これらのことに飽きてはいけない、怠っちゃいけない。揺り動かされない御国を私は受け取っている、これを受け継いでいる。神様が恵みを与えてくださっていると信じましょう。天持ちも揺り動かされるとき、神様の御国は揺り動かされない。アメン。私たちは揺り動かされるのでしょうか。今手を挙げましょう。皆さん、神様に言いましょう。神様信じます。私は信じます。神の御国は決して揺るがされないと。アブラハムやダビデも揺るがされない。私の教会も、私自身、私一人一人揺るがされない。この恵みを受け取ります。このような恵みを与えてください。この恵みに歩むことができるように、イエス・キリストの名によって。アメン。奉耶稣基督的名。奉耶稣基督的名。アメン。アメン。保罗叫我哋要系用爱心接待。兄弟をいつも持ってなさい。旅人を持ってなすのを忘れちゃいけない。欲張っちゃいけないということをパウロ言ってます。私たち自身の安心感を握ってはいけない。神様を握るんです。我哋要捉住嘅系神。我们要抓住的是神。所以我都。有感动咧，今朝我哋一齐喺呢个地方，我哋按照神嘅话语，我哋嚟奉献。所以我今天有感动，神様の御言葉を握るんです。按着神的话语，我们来奉献。为嗰啲喺 COVID 艰难当中，このコロナで苦しんでる人々、この教会人の人々、那样的肢体，甚至あれ私たちの隣人たちを、甚至附近的居民来奉献。我哋收呢个奉献咧，我哋都会系去帮助一啲 COVID 当中有需要嘅。はい、コロナに苦しむ人々を覚えます。私の枝教会は特に、甚至我们对大窝口葵涌这个地方的救济，私たちの地区の鎮和や大窝口の葵涌も、隣の地区のこともです。そうです。受け取った分だけ与えます。まず祈りましょう。皆さん、好不好？我们一起祷告先。我们先来祷告。それから、はい、献金箱を前に置きます。オンラインの兄弟姉妹の皆さん、オンラインでも捧げ物はできますよ。在線上的弟兄姊妹，你可以透过线上奉献，或者你要翻嚟实体嘅奉献，あるいは可以嘅，お金を直接持ってこれますよ。献金の袋に入れて持って、はい、コロナって書いてください。COVID、コロナって書いてください。コロナの救援金です。天の父よ、あなたが恵みを与えてくださったことを感謝します。持っているものの一部をあなたにお捧げします。必要がある人々をもてなすために、父よ助けてください。主你帮助我们，主你帮助我们，让我们可以将这个爱心去到。私たちの愛が困った人々に届くように、あなたに与えるもの、これを受け取ってください。私たちの捧げ物が与えられますように。赐平安的神就是那凭永约之血使群羊，地上の中から我らのイエス・キリストを生き返らせてくださった方、永遠の契約を持ってくださった我らの神、すべての良い働きについて完全なものとしてくれるように、あなたの中で足りないことはあなたの内側でイエス・キリストが行ってくれるように、どうかキリストの栄光が良い限りなくなりますように。アメン。愿荣耀归给耶稣，归给天父，归给天父，直到永永远远，直到永永远远。奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。好多谢主，我哋同工咧可以系将。スタッフの皆さん、前に置いた献金箱に献金を持ってきてください。
前の方に兄弟姉妹の皆さん、もう様々な方法で献金ができます。神様の言葉がどこか実現しますように、成就しますように、我々の生活の中で神様についていきましょう。皆さん、私たちが持てるものを全て置いていくことができるように、捧げます。持てるものをお捧げします。どうかお受けください。私がやること、すべて受け取ってください。御国の、はい、この恵みを与えてくださった神様、この天と地が揺り動かされるような時、あなたの御国、そして私たち、私たちはあなたの御国の中におります。私たちは揺り動かされることはありません。決して揺り動かされません。平和の神、私と共におられます。あなたの御心を行い続けます。天も地も揺り動かされている中で、あなたに喜ばれることを行います。主よ、私一人一人をどうか祝福してください。神様の恵みを、御国に握るだけでなく、この神の御国を生きます。みんながパニックに陥っている時、私たちは信仰を持ちます。もうみんなが恐れによって動かされている時、恐れに追い立てられているような時、私たちには仲介師となる大祭司がおられます。主を守り、お守りください。時にかな、折にかなった助けを得るために、神様の御前に私は進んでいきます。主はあなたが私と共におられることを感謝します。この世代において、私たちは他の人々がどんなにパニックしていても平安を保ちます。そして私たちは先頭に立って人々を導きます。この地上に平安をもたらします。
到整个大地。让认识我们的人在我们的身上见到神的荣耀。让认识我们的人在我们身上看见神的荣耀，并且能够得着福音，并且能够得着福音。你兴起我们的弟兄姊妹，主你兴起我们的弟兄姊妹。在自己的家族里面，在自己家族里面，在职场里面，在社会当中，在社会当中，在灵舍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 当中，在